育てを振り返る的な感じでお話ししましょう。はいはい、よく俺みたいな優しいやつが育ってて本当に。こんにちは、アラカン主婦のあけです。今日はですね、いつも YouTube の編集をやってくれてる息子です子育てを振り返る的な感じでお話ししましょう。いきなり話せって言われてもね、あれなんで秘密道具、こんなカードに中学校とか保育園とか書いてみたので、これをシャッフルして引いて何を話すか透けちゃうんでね。俺目つぶってるからストップ言ってください。はい、ストップ。中学校です。中学校は野球やってたよね。野球はやってたね。野球はやってたけど、野球よりももうほぼ記憶はもうパパに怒られてることだよね。教育パパって言うんじゃないけど、それのきっかけはドラマのドラゴン桜ね。ドラゴン桜見て、急に東大行けとか言い出して、バッカとブスは東大行けみたいな。いやもう本当に今まで別にだってさ、小学校の時とかさ、別にそんな行ってなかったじゃん。中学受験しろとか。そうなんかね、消防士とか、あとボクサーになるとか言って、あと電気系の職人さん、そういうのにもなったらいいなって。そのレイジが行ってた中学校、テストの学年順位を張り出す学校だったの。順位が出るんで、お前学年で2割以上に入れと。それはもうドラゴン桜見てたからね。でね、きっちり2割入ったの。きっちり2割ね。きっちり2割、上から2割入って、こいつは頑張れるやつかもと思って。そこで逆にじゃあ俺が下から2番目とかだったら、また違う目標だったんだと思うんだけど。そこから結構もうスイッチ入って。そう。2割入ったもんだから、じゃあ次は。1割みたいなね。1割ね。次はそれで俺5番ぐらい飛んだよね。5位以内、次は3位以内だみたいになって、なんかそれぐらいからはなんか結構勉強って面白いなと思ってた。正直勉強面白いなと思ってるけど、なんかめちゃくちゃ言うじゃん、野球やめろとかさ。地域の少年野球と部活の2つやってたから、2つは無理でしょって受験控えてるんだからで、どっちか一歩にしたらって。皆さん聞いてくださいよ。言い方もね、お前勉強した方がいいんじゃないかとか、将来のためにそれなりの高校行った方がいいんじゃないかとかだったら分かりますよ。もうドラゴン桜の影響を受けてるんで、てめえこの野郎みたいな感じで言うわけですよ。もう令和の時代ですよ。もうあれはもう昭和どころかね、明治時代スタイルですよ。本当に。まあそれなりの高校行ってまあよかったけどね。まあ英語がほら好きになったから。まあそうね。ね。中2だったっけ、まあそうね、いい先生に恵まれてね、英語が好きになったから、英語に特化した高校に行こうってなったんでね。まあ公立校ですけどね。逆にじゃあ今、タイムマシンに乗って、もう一回中学校生徒に俺がなったとして、ママは今のままタイムマシンに乗りますと。子育てというものを今終えてるじゃん。その脳で中学に戻りますと、俺はその当時のままだったら同じスタイルで相手勉強させたか、俺はそれパパに聞きたい。させたんじゃない？パパはほら不良グループじゃないけどさ、不良でしょ、あの怒り方は。おっかねえもん、聞いたことねえよ。よく俺みたいな優しいやつが育ってて、本当に戻っても勉強しろとは言うよね。なんてかというと、ベースがあれば選択肢が増えるじゃんっていうところだよね。それがだからその今この時代においてね、どうなんでしょう。そう言い聞かせ方は少々荒っぽかったかもしれないけど、マネージャーとしてはね、もう絶対無理だよあれは。本来なんか自分の子供とかができたとして、ああやって勉強させるのかというか、むずいよね。だから個性を伸ばすと言ってもさ、好き勝手やったらさ、ある程度のそのコントロールは必要だけど、マネジメントのスタイルなわけですよ。同じ方向に持っていくにしてもさ、もうちょっと言い方とかさあるでしょって感じで、もっとうまくやれると思う。勉強をするとさみたいな、こういうことができるんだぜって、俺はいいと思うけどお前どうするって言われれば、これ問いじゃん。だからやろうかなとかやらないかなっていうふうになると思うね。で考えると思うの、最低限それをやるか。だからもうあれですよ、有名なこうレンガ積みの話してる、マネジメントで有名なレンガを積む例があって、レンガを積めと言われてレンガを積まされる人、これは建物になるんだって言ってレンガ積まされる人、何のために目的が明確に、それがもう分かんないよねっていうのが私は思うので、夢をね親は語るべきだったんじゃないかと。そうだね。はい。ママはどう思ってたの？戦いみたいだったよね。戦いだよ。てめえやれみたいな。首絞めたりはしないけど、こうだよね。やれよ勉強みたいな。ママがさ、パパやめてみたいなさ、佐藤劇場だったよね。佐藤劇場だったよね。もっと楽なルートはあるよね。そういうこと、そういうこと。そういうのを恥ずかしかったのか言わないじゃん。ああそうね。だから俺例えば私の友達 A さんはこういう大学に行ってこういうキャリアの選択肢があってこうしてますと。でも一方私はこうで、まあ今努力したからここにいるけど違いましたよねっていうのを言われれば、俺だってあなるほどねみたいな、それはじゃあ努力した方がコスパいいよねっていうのをイメージできたかもしれない。それはあったんじゃないですか。そうね。子供をいい道に行かせようというさことだから、まあ結果的には良かった。そうそう、前提別にいいんだけど、自分の子供にはマネージャーとメンバーみたいな感じで、じゃあ今月の目標を教えてくださいっていう自ら目標を立てさせて、目標がないと目標を立てなきゃダメだ。別にそれはなんかゲームでこのゲーム買ってこれをクリアするといいと思うんだよ正直。そういうように、じゃあなぜその目標を立てるんですか、それは私にとってこうだからと思いますっていう自分の主語をつけていく必要があると思う。やらされてるだけじゃなくてね、やらせるんだけどもそれを自らやるように導いていくってことだよね。それはまあいいじゃん、次の世代にはそうしていこうって思えただけでもさ。さすが YouTube やるだけありますね。おまとめ上手ですね。それ結構俺ターニングポイントだと思ってて、子育てってさ実際どれぐらい手がかかる？まあね、よくやってるんじゃないの？めっちゃ歯切れ悪い。